ままちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわおい、大丈夫か？何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？俺、夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が和夫でそっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。バカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ？悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫くん、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ。お嬢様。和美、大丈夫だ、すぐに迎え起こすからな。よう、和夫だったな。あ、いや、今は和美か。ええ。大丈夫か？なんか複雑な状況みたいだったが。複雑なんてもんじゃないですよ。私このままずっと和夫君の体なのかな。おい、参ったな。中身が入れ替わったなんて嘘だろ。そう簡単に人格が入れ替わってたら今頃似たようなことが世界中で起きてるはずだ。そんなこと言われたって。だがそうなると
お前と彼女とはグルだ。そろそろ芝居はよしたらどうだ。やっぱりか、芝居だったんだな。階段を落ちるのも含めて全部。まあね、あんたの言う通り。桐生さんだったよな。あんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんな訳だ。俺と入れ替わったって言ってた女の子、和美はあの石見一族のお嬢様の一人でね。石見だと。ああ、本家ではないけど、かなり本家筋に近い、つまり本物の金持ちってやつさ。こんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃくれない。そうだろうな。和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。要するに俺もあいつもマジなんだよ。けど周りの人間、特にあの村中って執事は俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して海外留学を進めてるんだ。もしそうなれば俺たちはもう二度と会えないかもな。なるほど。だからそうはさせないためにさっきの芝居を打つ必要があったのか。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを信じるとは思えないがな。 100% 信じさせる必要はないさ。もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り、誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。突飛なことを思いついたもんだ。全部お前のアイディアか。いや、彼女だよ。なんかそういう映画だかドラマを見たことあるんだって。なるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。村中だ、和美のお月の。多分俺を迎えに。いや、お前一人を迎えに来たにしちゃ人数が多すぎるようだ。まあとにかく俺はまた和美のふりすっから、桐生さんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね。和夫君はどこ。あんたは関係ない。どこかよそへ行っててくれ。嫌だと言ったら。それなら二人まとめて痛い目見るだけだ。どういうことなの。答えなさい村中。クソガキが、いつまで猿芝居してやがる。違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私は和夫君と体が。うるせえ。どうだ、これ以上痛い目見たくなければさっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。違うの村中、本当に私は和美なの。お願い信じて。おお、まだ続けるのか。その化けの皮いつまで持つかな。さっさと謝っちまえよ。違う。ああ、私は和美よ。このガキ。そこまでだ。ああ、この一件俺には全く関係のない話なんだが、女に手あげるやつを見過ごすわけにはいかねえんでな。桐生さん、
あんた町のもんじゃねえな。今のうちにさっさと消えてればよかったのによ。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか。いい勉強させてやるよ。別に大丈夫だから心配するなって。でも桐生さん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか。全部芝居だったってことあんたは知ってるだろ。なのにどうして。散々痛みつけられてもお前が和美だって言い張るもんだからな。ちょっとだけ本当にこいつは和美なんじゃないかって思っちまっただけだ。命張った嘘ってのは本物になることがある。たまにだけどな。桐生さん、でお前らこれからどうするんだ。このお芝居これからも続ける。続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたらまた桐生さんを呼ぶぞって言うしな。勝手にしろ。助けに行ってやるかは別の話だがな。でもいつまで続けたらいいんだろう。そうだな、俺は一生続けてもいいけどね。え？和美となら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カツオくん、そういうのは二人きりになってからやれ。すみません。じゃあ俺はもういいな。本当にありがとうございました、キリュウさん。感謝してるよ。本当、ありがとな。迷惑かけましたな。あんた、見てたのか。ええ、一部始終。二人ともそれなりに腹くくってるみたいですな。あんた、全部分かった上で二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。さてどうでしょうね。ま、あんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。考えてることが同じやつは見ればわかるものです。食えねえ人だあんた。これからもあいつらは試され続けます。
邪魔するんならいつでもどうぞ。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そばにあんたもついてるしな。そりゃどうも。まったく、年を取ると面倒事が増えますな。